はい、ということで2021年12月道明寺というところに来てます。で、僕がもともと入っていた児童施設長谷川響の学園というところにクリスマスも近いんで寄付するギターをもう直接持っていきたいと思います。このギターを持ってきました。昔、僕がお世話になった先生方っていうのはほとんど働いてないんですけど、今の先生方に思いをちゃんと伝えて、可能であれば子供たちに歌を届けたいなと思ってます。じゃあ行こうか。はいはい、ということで今日は2021年11月の25日、いい2個の日ね。俺悪いな。どこに来れるか、はい、不安でも分かるな。ギタートライブです。はい、ということで長谷川響の楽園に寄付するギターをちょっと取りに行きまして、はい、ここからこれを届けるとお世話になっております。井上さんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。うわうわこれかっこいいやろ。普通にやったら嬉しいよね。めっちゃかっこいいこれ。いいね、音がいい。 SID っていうところのギターです。あ、これですね、うん、これは井上さんがチョイスしてくれて、僕が使ってるマーチンのただ似てるやつ。ギターを今後ね、寄付していくんですけど、もしかしたらその施設によってはギターじゃなくて違う形で寄付してほしいっていうところも見つかるかもしれないんで、だからその場合は、一応ギターを買ってくださいっていう感じで、お金を寄付してやっていく形なんですよ、今後めっちゃギターをお願いすると思うんで、最初に言ってたように、多分何百本とかのマーチンで、はい、長いお付き合いお願いします。よろしくお願いします。いいけど俺も取ってないから、ね、でもそれ気持ちやから、それは嬉しいですわ。もしそれでね、ギターが良かったってなったら、ぜひギタートライブさんにね、そうやね、来てもらって、何よりもでもたくさんの子が音楽始めるのが嬉しいな、ね、そうですね、それでな、だから今その児童施設入ってる子供たちの数が3万人ぐらいなんですよ。600本送ってもどれだけその3万人が、そうだ、音楽を始めるのか分かんないですけど、絶対何人かはね、この体つけてくるよな、はい、例えば10年後とかに出てきたら余裕で共演できるもんね、そうですね、ということでこれを持ってよろしくお願いします。響の楽園に、ほな行こけ、ほな行こけ。玉手橋、石川っていう川、昔ここで児童施設の同窓会とかでこの橋の下でバーベキューしたり、この道は結構よく使ってた。綺麗よ。綺麗ですね、なんかええとこですね。そうはね、2018年6月に来たんかな。へえ、それはなんで。また児童施設の携帯が変わるみたいな、中身が変わってしまうってなって、はい、児童施設が取り壊されるんじゃないかっていう風に話になってんやんか。おー、でそれを先生に聞いて、で俺はちょっとそれやったらもう最後に行きたいっていうことで、日本一周中やったけど一回大阪戻って行ったぶりかな。結局取り壊されはしなかったってことですよね。そう、第二のふるさとですよ、岸和田に続いて。はい、難しいわ、ほんまに施設入ってる時、はい、そう最初の方かな、めっちゃ憂鬱やったな毎日。同じ大阪やけどだいぶ離れたところに来てるような、日本の土地勘とかわからんから。兄弟全員バラバラになったわけですもんね。そうそう、弟は別の施設に入って、兄貴とおかんはアメリカ行って、毎日孤独感じてたな。めっちゃ寂しかったな。徐々にな、先生とか仲間とかできて、ちょっとずつこう気持ちっていうのは和らいでいったけど、やっぱり寂しかったな。いや僕もう想像つかないですね。家のさ、食べ物の匂いとか換気扇から匂ってくるやんか、はい、だからそういう匂いとか嗅いでも、はい、すんげえ虚しい気持ちになってた。あー、なるほど。あったかい家族をこう想像して、あ、この中ではなんかすげえ美味しいご飯みんなで家族で食べてんやろなとか、すごいネガティブに考えてしまってたな。これこれ、この白い建物、あれですか、うん、これがだから寮なんや。こっちが俺らが住んでる時はこっちが女子と、はい、向こう男子と、あ、時間、こっちはいいね、それ給食の時間やな。そうですね、あ、こんばんは。以前から、はい、ちょっとお電話でやり取りさせていただいてたんですけど、はい、ギターの寄付の件で、僕山脇と申しまして、はい、寄付をさせていただきたいということで、ちょっとギターを持ってきたんですけど、中に入らせていただくことは可能ですかね。もう一度お名前だけお願いします。あ、山脇と申します。はい、少々お待ちください。よろしくお願いします。とりあえずその何
厳しいかもしれへんけど、どうなんやろな。来たな。来ましたね。久しぶりやな、なんか。久しぶりっすね、この価格。人通りが全然ないんやけど、ちょっとね、まだ商店街できないんで、一旦ここでやって、ナンバーハッチの会場費を稼ぎたいと思います。はい。皆さんよろしく。よろしくお願いします。久々の路上ライブやけど。久々ですよ、この価格がもう久しぶりすぎて。な、これしかもマイクがちょっとなかったからさ。そうですよね。故障してて。急遽なんかちょっと違うマイクやね、はい、いけるかちょっと試してみようか。はい。こんにちは。あ、お母さん。お母さん、すごい娘さん元気ですよ。誰やねん。じゃあリクエストなんか聞いてあげて。なんか氷川きよしみたいな感じでねのしって言いますね。ねのしみたいな。え、めっちゃ好きじゃん。声よりあの顔がうるさくなってますよ。そんなん言うな。ナンバー8でもう一回あるんで、じゃああの息子さんの誕生日ということで招待しますわ。ちょっとマネージャーとやり取りしてもらっていいですか。なんか一曲リクエストほんならさっき聞きましょうか。あ、ストーリー。僕路上初めてすぐなんですけど、あの一人目のお客さんが娘さんですからね。僕は誰一人立ち止まってないですよ。根の神まだまだ無名やなっていうことでね、やっぱ佐賀県民としてどげんかせんといけ。松雪安子も佐賀公表してね。じゃあストーリーという曲をここ聞いてください。イエー。うまいこと生きてる人が死ぬほど羨ましくて、できるなら、もしもできるなら、その人になりたかった。努力の方向なんてずっとわからぬまま、がむしゃらに頑張って誰かきっと見つけてくれる。ずっと信じてただ待ってた。でももう待つのは嫌なんだ。
ありがとう。